例えば俺は新しいバイトに入ったのね、うん、そしたらそれはだから大学生の時に先輩が紹介してくれたバイトなの、うんうんうん、で東大生がなんか代々受け継いでたバイトみたいなバイトがあって、うんあったんですよ。すごいいいバイトで、なんだそれ。なんか地方の温泉宿とかに行って1週間ぐらい行ったりとかできるバイトで、何それ東大生だからですか。何のバイトなんて。なんか、コマ地図を作るバイトってやつ。コマ地図、ウォークラリーのコマ地図を作るバイトだった。コマ地図っていうのを作るの、うん、なんか模式化された地図を作ってそのウォークラリーでそれを回る、うん、それを企業の研修に使ってたんだけど、その企業のコンサルタントの先生のバイトだった。で、要は地図を作るのに、まあ頭使うから、なんか優秀な学生が欲しいみたいな感じで東大生がずっと代々受け継いできたバイトだったの。それを紹介されて俺行ったの。だから何人かいるわけ、なんか地方の温泉宿とかに。で地図を作るんだけど、まあ、俺が下っ端で入ってくるじゃん。そしたらバイトリーダーみたいな、もうなんか要は30代のおっさんがいるわけ。でそいつが結構でかい顔をしていて、で謎ルールを押し付けてくるわけ、わかる？別になんかもうどんな謎ルールだったか忘れたんだけど、謎ルールなの。どう考えても合理的じゃないルールなんだけど俺がそれを簡単に破ってたわけ、そしたらそいつは文句言ってくるわけ、で俺本当ぶち切れて、はっ切れること大事ですね、マジで意味わかんないですけどつったら、やっぱり天下両成敗で、そのおっさんも俺もなんかその先生に怒られるんだけど、やっぱダメージはそっちのおっさんの方が強いじゃん、だからそいつも僕に何も言わなくなりましたからね。そんな、なるほど。でこれ先生謎ルールじゃないですかこれって、この人が僕にこの謎ルールを押し付けてきたんで僕は切れたんです、別にこれ押し付けてこなかったら別に切れないです、ちゃんと真面目に仕事してますって言ったのでそうなったんだけど、そうだから FF 外から失礼しますとか意味わかんないでしょ何言ってんの。